アメジアナ州出身の元プロ、野球選手、コーチ、監督、ウト左ヒダリダ。1928年にニューヨークヤンキースと契約し、同年8月15日のメジャーデビュー。優れたリードと強権を武器に、レギュラーとなり、打撃面でも1929年から1934年まで6年連続打率3割以上を記録した。1936年には、 保守史上最高打率となる362を記録。この年から1939年まで4年連続の20本類が100打点でチームの4年連続世界一に貢献した。ルーゲイリック引退後の1940年からは正式な任命こそなかったが実質的なキャプテンとしてチームを牽引。1944年から2年間は第二次世界大戦に王将。 1946年復帰後には監督も兼任したが、リーグ3位に終わりシーズン終了後に現役を引退し、監督も退任した。1949年に一塁、ベースコーチ兼保守コーチとしてヤンキースに復帰し、自身の背番号8を受け継いだヨギベラの守備を徹底的に鍛え上げて、メジャー史上屈指の保守に成長させた。 1954年野球殿堂入り、ビル・ディッキーのアメリカ野球殿堂のプラーク・ディッキーの背番号8、ニューヨーク・ヤンキースの永久決番に1972年指定。1972年にベラも殿堂入りし、それを受けてヤンキースはディッキーの背番号8をベラと共に史上初の連名の永久決番に指定した。1993年、 アーカンソー州にて死去、ありがとうございます。